炎髄は脳の一部であり、中脳や端と共に脳幹を構成する。脳幹の内最も微側の部分であって、糞側に、端、微側に脊髄がある。後頭骨に開いた大後頭骨という穴を通る。肺側には下ずい方を挟んで小脳がある。嘔吐、塩化、唾液、呼吸及び循環、消化の中枢を含み、生命維持に不可欠な機能を担っている。 炎髄の位置を様々な角度から眺めた動画。赤色で示す領域が炎髄。炎髄中部の横断面。舌下神経核や瞑想神経配側核などを含む。体表から見ると炎髄は後頭部と首の境目あたり、すなわち俗に盆の窪と呼ばれる位置にある。この位置は頭を上げた普通の姿勢では、 頭蓋骨と頸椎に覆われているが、頭を落としてうつむくと、体表までの間に骨で覆われない部分ができる。その部分では塩髄を守るものが、南部組織だけなので、外傷が塩髄の損傷に結びつきやすい。塩髄は見た目上、脊髄の続きであって、脊髄と同様の構造を多く持ち、脊髄との間に、明瞭な境界はない。副側面成虫の前小中列は、 脊髄の前小中列から続いているし、その左右の衰体は、脊髄前柵から続く部分の飛行である。衰体は、衰体路をなす運動繊維が集まった部分である。衰体の微速では、衰体を通っていた繊維が前小中列をまたいで、体側の側柵に流れ込む。このため、前小中列は中断される。この部分を衰体交差と呼ぶ。水体交差は、 水体路をなす繊維が体側に移る部分であり、これがあるために水体路は体側支配である。ただし水体路の一部は水体交差で交差せず同速の前作を下る。水体の外側には前、外側溝を境にオリーブと呼ばれる流気がある。オリーブは下オリーブ角による流気である。水体とオリーブの分側は橋である。 橋の前面には横橋繊維と呼ばれる繊維が横走しており、円髄とは明らかに区別される。円髄の背側面正中にある個正中高は、脊髄の後、小中中核橋の正中高とつながっている。あと小中高のすぐ外側、すなわち脊髄五索の続きにあたる部分は、内側の薄束結節と外側の結上束結節に分かれて飛行している。 結上束結節の外側へをなす後外側向は、脊髄の後、外側溝とつながっている。薄束結節は薄束角、結上束結節は結上束角による隆起だが、これらの角は動詞の機能を担うので、まとめて五作角と呼ばれることがある。五作角の外側は、円髄全体の外側面に当たる部分で、 ここに明らかな隆起はないが三叉神経脊髄露角が入っている。薄束結節と結上束結節の上端はかずいが起こる線であり、この線は小中やや微速から V 字型を描いて両側の過小脳足に至る。この V 字型の線は両経下の下半分を作っている。両経下の中には薄束結節のすぐ髪型に迷走神経三角、さらに髪型に 絶下神経三角、血上束結節のすぐ髪型に前提神経矢と呼ばれる流気がある。瞑想神経三角は瞑想神経排側角と小束角、絶下神経三角は絶下神経角、前提神経矢は前提神経角による流気である。それらの流気のさらに髪型で第四脳質図以上と呼ばれる数本の糸のような流気が両経過を横切って走り、 脳幹の背面において、塩髄と橋をおおよそ分ける目安となる。塩髄から出る脳神経は、外転神経、顔面神経、内耳神経、絶印神経、瞑想神経、副神経、舌下神経である。橋前面と塩髄前面の境目から出ているのが、内側から順に、外転神経、顔面神経、内耳神経である。延髄外側面からは、 髪型で、絶因神経の、下方で副神経の細い根が無数に出ている。副神経の根よりも、さらに下方からは副神経の根が出ていて、脊髄から出る根と合流して一本にまとまる。前、外側溝からは、舌下神経の根が出ている。舌下神経の根より、下方からも、脊髄神経の根が出ている。塩髄の深い部分には、偽角と毛用体があるほか、 お作画で中継された繊維からなる内側盲体が通っている。内側盲体は橋を通過して官能の支障に向かい、触覚などを伝える。ありがとうございます。